遠山経前文政七年十二月二十五日は、江戸時代の幕臣。旗元遠山影義の子で、遠山影国の養子。妻は、滝川和正の娘。子に、堀田影都養子に、遠山影元。通称は、某五郎、九十郎。父が影国を養子に迎えた、明和四年から三年後に生まれたが、すでに義経、影国が、四次と定められていたため、 完成六年三月六日に議刑が、昌平坂学問所の学問吟味試験を最優秀で、取ったことを機に養子に届け出され、七月十一日に受理された。影国の実施、影本はそれから二ヶ月後の九月十七日に、出生と江戸幕府に届け出されたを詐称。完成八年に九十郎と改名、今日は三年に議刑影本を養子に迎えるが、この関係で、 ケース上影元は影国の孫ということになってしまった。後に影元が家でして放等生活を送ったのはこの複雑な家庭事情が理由だとされる。文化10年湘南土吟味を受け文政2年4月15日に西丸書院番に編入されたが文政7年12月25日影国に先立って死去。去年55、経前には 稽古と武器という実施がいたが、旗本、堀田彦三郎家に養子に出された。慶前の死から1年後、影本は、影国の後継ぎとして幕府に出資、勘定奉行、北町奉行、大目付、南町奉行を歴任していった。墓所は、東京都豊島区菅の本名寺、法名は、新全院伝足、悟るひどく古事。ありがとうございます。